マチョッコエリのことわざ呪文。萌え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 。あとは野となれ山となれ。はい、会社員兼 YouTuber が JR をぶっ壊す。本日は、休日。そうですね。なんて言えばいいのか。まあ本日は天皇賞秋の日なんですよね。日にちがよくわからないですけど、11月の1日かな、カレンダー書いたらちょっとわかんないですけど、朝ね梅田ウィンズに行ってきました。その前にちょっと日も昼飲みの時間なんで、とりあえず乾杯しますかって。今日はね瓶ビールを買ってきた。アサヒスーパードライ、633ml 大瓶ですね。これを今日はちょっとビアグラスでいただきますと。でこれいつも使ってるのね、いいんです。これミッキーマウスのね、栓抜き、これいいっすよ。これね、入手困難ですね。プレミアがついてるこのミッキーマウスの栓抜きです。でどっかでもらってきたのかね、あるんですけど、いいですよこれ、ものすごくね、忘れなくさってもらったのかもしれないですね。家で一応します。ミッキーマウスの金の戦力です。これで開けたいと思います。さあオープン。違ってなんかちょっと味があるコクがあるって感じ、なかなかうまいですよね。うん、あうまい。と今日梅田ウィンズに直接行ってきました。なぜ行ったかというと昨日負けたからです。銀行の残高が0円になってしまったね。はい、仕方がないので直接梅田ウィンズに買いに行きました。ただねやっぱり梅田ウィンズねガラガラなんですよね。もう、まあ、人がいるにはいるんですけど、やっぱり以前のざわついた感じではないんですよね。やっぱりこう並んで検温されて、それからアルコール消毒されて、それから本館の方に入っていくんですけどね。まあ、その本館の内容はちょっと映像撮ってあるんで、ちょっと この辺かな、この辺にもしかしたら出るかもしれないですね。ちょっと見ただけで、ほんまにガラガラですわ。で一応馬券買ってきたんですよ。資金が少ないながらこの馬券です、この馬券もちょっとね分かりづらいと思うのでこの辺に貼り付けようかなと思うんですけど、一応 1,2,3,4,5 点、それと、京都のメインレースです。ちょっと調教が良かったのについでに買ってきたんですよ。で、まあ、この辺ちょっと大きいの貼り付けようかなと思って。ただね一つ買い忘れてたっていうか、さっき気が付いたんですよね。僕が常に買っている馬でサングラスっていう馬がいるんですよ。サングラスね、サングラスっていう馬が、福島のメインレースに出るんですよ。でこれがね、6枠10番なんですけども、ものすごく調教がいいんですよ。これ買いたかったなーって思うんですよね。もしも結果はどうか知らないですけど、まあ9歳の馬なんですけど出来はいい。もしもこれを見てる方がいらっしゃったら、単勝か複勝一発ある可能性があります。これ買ってみていただければいいと思いますね。それではまた飲みますけどね。あーうまい、ビンビンうまいですね。やっぱり缶と違って、あてもね一応ね、もうこれ白菜のね、柚子胡椒漬け、
これうまいっすよ、うん、柚子胡椒がちょっと効いてて、白菜の漬物にちょっと柚子胡椒をまぶしたような感じ、まあそのままですけどね、面白い。であと上田ウィンズの隣のところにヨドバシカメラなんです。ヨドバシカメラ、ヨドバシカメラもね、ちょっとなんか僕が以前行った時はちょっと変わってて模様ありがしててちょっと戸惑ったんですけど、まあおもちゃ屋さんの方にちょっと寄ってみて、ガチャポンのゾーンなんですよ。ガチャポンで、ガチャポンのゾーンでちょっとガチャポンしてきたんです。いろいろガチャポンがあったんですけど、いろいろしようと思ったんですけど、そんなにできないので、で一応ガチャポンの景品もこういう景品ですね。これポシェットってポーチ、大阪梅田で裏面があの剣のね、チケットの剣ですね。これもポーチですね。これ開くんですけどね、形で、ね、これもまたこの辺に写真撮っとかなと思うんですけど、これ300円だったかな、うん、なんとも言えないですね。これね、いろんなとこがあって、これは大阪梅田なんですけど、重曹と宝塚とか三宮とかいろいろあったんですよ。ただお天兄ちゃんのいる庄内はなかったんです、ね、できれば庄内のコーチも欲しいです。よろしくお願いします。いやー、昼飲みっていいですね。水野ハローじゃないけど、こうやってゆっくり飲む休日が一番いいです。ただね、ホテンちゃんちょっとあんまり体調が良くないんですよ。あ、本当はね、あのある飲み屋さんでもね、やっぱハロウィンパーティーがあるのでちょっと参加したいなと思ってたんですけども、なかなかあの体調が良くないのでなかなか行けないで、ね、すいません。ただね、あの血圧がね高すぎて、やっぱりね、なかなか、いや血圧高いのに飲むなって、いやそうじゃなくて、あの一日のこのリズムの中でいい時と悪い時なんですよ。で、あのバッテリーの下手った携帯みたいな感じなんですね。あの一時的に充電して 100% になってる状態なんですけども、ちょっと動いたら急になんか 10% とかになっている、そんな感じの体調なんですよね。だから元気だなとちょっと出てしばらくしたらガクッとくる、あのバッテリーがもうゼロに近いぐらいになるんですよ。そういう感じの体調なんですよ。だからいいかなと思ってその歩くと次の日がもう全くガタガタで動けない現状なので、もうちょっとあの今あの体重も腫れ減らしていって、あのいろいろとこの減量していって少しちょっと体調整えていくとね、もしかしたらあの良くなればまた飲みに行きたいと思っておりますと、まあ、今のところ現状はこんなもんですね。ただあとはもう天皇賞が当たるか当たらないか、ね、それだけですね。昼飲みって最高ですね。昨日はね、焼肉に行ったんですよ。焼肉ですね。焼肉ね、近所にね、いろいろあって、家の裏のあたりにその極みっていう焼肉屋さんがあるんですけども、ここは夕方の確か5時からだったんでね。で、商店街のところにもあるんですけど、商店街のところは行こうと思ったんですけど、ビールが霧になったんですよ。でパスタとかして、で家の裏の極みって焼肉屋さん、これものすごくなんか繁盛してそうな感じで最近はいたんですけど、一度行こうと思ってるんですけどね、なかなか行けなくて、やっぱ夕方の5時からなので、やっぱ夜仕事行ってるので行きたいなと思って、だから休みの日に行けたら、まあ、夜が休みとか、まあ、一緒に行く人いれば言ってください、ほんまに、まあ、行けば月曜日休みなんで、もしも連絡くれれば一緒に行きましょう。それでその焼肉極みってとこはスーパードライです。スーパー、僕の大好きなスーパードライ、ね、そこやからやっぱスーパードライと焼肉ってなかなかないんですよ、どこのお店も。カッパっていう焼肉って結構庄内で有名とかある、そこもちょっとスーパードライだと思うんですけど、あそこ結構高いんで美味しいですけどね。ただ極みって焼肉屋さんは今ちょっとオープニングしているという形でやっていて、スーパードライもで焼
分で、終わろうかなと思ってます。今から非常に右するので、ね、皆さんも乾杯しますか。乾杯、はい、会社員という一番が違うよってくわーす、とっとばーす。あ、そういえばね、昨日焼肉持って行ったんですけど、持っての映像もどっかでアップしてるのでよろしくお願いします。それではまた。今行か、今行か、サビから、サビから割れるから、サビから入るから、今行って、サビから入るから、今行って、サビから入るから、今行って、恋はいつでも弾けない。 えっ！